中野さん、はい、よく、うん、その10万キロを超えたらリセールが下がるみたいな話あるじゃないですか。ああるね。そこで視聴者さんから質問来てました、はい、その今乗ってる車が10万キロ超えてるみたいなんですけど、うんうんうん、車屋さんに行ったら、うん、もう乗り換えした方がいいっすねって言われたらしいんですよはいはいはい。これぶっちゃけ中野さんどう思います？ありがちやねそれね。10万キロ超えたらなんか乗り換えなきゃいけないかなみたいな、うんうんうん、なんとなくの風習あると思うんで、はい、それね、まあ、結論から言うとね、はい、その人のケースでいけば乗り換える必要は全くないね。あ、全くないですか？全くないね。なんでですか？要するにもうまたいじゃってるんやろ10万キロみたいですね、うん、あのねそれねちょっとあれやね、全国の営業の人たちに恨まれそうやから、まあ、言いたくないけど、多分想像すると、はい、まあ、例えばね整備とかオイル交換とかで行った時にそろそろ乗り換えどうすか、そうやね10万キロ超えたしね、もうこれから整備でめっちゃお金かかってきますよみたいな話を多分されたんやろうね。で乗り換えるべきかって多分質問が来たんだろうね、はい、そっかこれ結構ね、まあ、闇じゃ全然ないけど、まあ、セールストークで営業の人たちが10万キロでね乗り換えるべきだみたいな、代替を促進する一つの和法としてあるから、やりますかこれね。ちょっとね、そうですね、結構不安な方もいらっしゃると思いますんで、うん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 、まあ、その乗り換える必要があるのかちょっと社長に聞ければね。 OKやりますか。ね、これまず前別の動画でもやったけど、一つの乗り換えの節目として10万キロをまたがない方がいいみたいなことは言ったよね、はい、言いましたね。つまり11万キロで乗り換えるなら9万9000キロの方がいいよみたいな話は一回したと思う。はい、10万キロで相場がガクッと下がっちゃうからそう話ですね。でこれなぜなら日本人はほとんど10万キロ超えたら車がダメになると思ってる人が多いから、だから相場がそれで下がるからまたがない方がいいとは言ったけど、実態どうなんかっていう話。9万キロを超えて10万キロ、11万キロになると車がもうかなり10万近づいてるのかというと、正直全くそんなことないね。まあ確かに、まあ、特に今の新しい車とかって丈夫じゃないですか。丈夫、もうね俺たちもさ毎日何台もね小売してるからそれにね下取りが入ってくるけど、はい、まあ、20万キロ30万キロの車って日常的に結構ねバンバン入ってくるよね。そうですね、まあ、確かにその20年落ちとかの10万キロとはまたちょっと話違いますけど、うんうん、違うよね、一般的に10年10万キロぐらいの車だったら、うん、もうめちゃくちゃ調子いいことが多いよね、まあ、もちろんあの新しい車よりは故障のリスクはもちろん増えるけど、はい、昔みたいにその10万キロで結構その車がボロくなるみたいなことはもう全くないよね。そうですね、これあれよね、だからその10万キロってなぜそれ言われるのっていうのも説明した方がいいかもね。そうですね、そこの部分ってやっぱり昔からあると思うんで、うん、これね、まあもちろんあの10万ってね10っていう数字が言いやすいってのはもちろんそうなんだけど、2つあと理由があって、昔ってさタイミングベルトやよね。そうですね、10万キロだったら交換しないといけないみたいな、うん、そうね、難しく説明しちゃったりとか、エンジンを動かすために必要なベルトがあるんだけど、はい、それは今はねタイミングチェーンっていうのでチェーンでこう動かしてると、ベアリングとか。だけど昔はそれがチェーンだと音がうるさいからベルトだったんよね。でベルトだとやっぱりゴムが劣化してくるから10年に1回交換しましょうっていう目安としてあったよね。でそれが交換しないでもし切れちゃうと、はい、もうエンジンがぶっ壊れるから修理代が 2,30 万になるよみたいな。いやもう本当そうですね、危ないしね、事故の危険性もあるし、だからそういうことになる前に変えときましょう。でそれ変えるのをやっぱりさ普通車だと10万近くしてたよね昔ね。そうですね、まあ、冷却水とかもまんま変えないといけないとかありますよね。ついでにね、もうついでにじゃあタイミングメジャーを変えましょう、はい、ラジエーターはもうどうなんとかね、もういろいろね変える部品が多かったからそれに乗じて、はい、じゃあ乗り換えしませんかみたいなトークがみんなやってたよね。そうですね、昔はね、もうお決まりみたいなのありますよね、うん、でもまあ実際にそのタイミングベルトの交換時期はやっぱり10万キロだったし、これ一つ目だから、そのタイミングでどうせだったら変えるべき、乗り続けるならね、はい、だから乗り換えの締めになったし、もう一つはやっぱりメーカーの新車のね保証が、まあエンジンの保証とか足回りの保証とかね、いろいろあるんだけど、セアリングとか、それがもう10年とか10万キロどちらか早い方で切れるっていうのが多かったから、最後の取り出がなんかね10万キロみたいなイメージがあって、はい、まあ、タイミングベルトも変えないといけない、新車で買った全ての保証が10年で切れるみたいな、じゃあ乗り換えよっかっていうのが一番の理由よね。そうですね、うん、だけど実際さ海外とか行ったら、まあね貿易の知り合いいるけど30万キロ40万キロが平気で走ってるわけ、修理しながらね、もちろん。だから10万キロで乗り換えないとこれからね、もう車がぶっ壊れるみたいなイメージはかなり間違いよね。まあ、そうですね、うん、故障のリスクはもちろん上がると思うんですけど、もちろんね、うん、今現状壊れてないんであれば、うん、まず今すぐ乗り換えなきゃいけないみたいなものではないですね、うん、ものではない、全く。だから、まあ、もし万が一その修理費用がね高額になるのが怖いんであれば、もう壊れてから
あ、異常出たってなってから乗り換えてもいいと思う、うんうん、まあそれもちろんね、すぐ、まあ、エンジンの調子が悪くなったとかってあんま聞かないけどね、オイル交換させとけば聞かないけど、例えばよくあるのがエアコンとかかな、はいはい、エアコンが壊れて、まあ、修理が 7,8 万円いるとか、そういうのはありえるけど、それまで壊れてから乗り換えるので全然問題ないと思う、正直ね。そうですね、うん、まあ、そういう風に急遽乗り換えなきゃいけなくなっちゃう可能性もあるんで、うんうん、まあ、欲しい車とかを目星つけるのはありかもしれないですけどね。そうね、一つの締めとしてね、はい、で、まあ、本当はさ、長く乗る方がやっぱりね、損はしないから、はい、まあ、それこそさ、昔でいけば10年10万キロで乗り換えみたいなのが、今でいけばそうね、感覚的に20年20万キロ目指しても全然いけるんじゃないかな。9万キロとか、まあ、10万キロ行く手前で乗り換えるっていうのはある意味合理的、ね、そう、乗り換えるタイミングとしてね、タイミングとして、ここを通過しちゃえば乗り潰すっていうのが一番得かもしれないね。そうなりますよね、うん、で高額な修理代が出た時に考えるでいいと思う、うんうんうん、なんかおかしいなと思ったなんか音とかがねおかしくなってきたりするから、その時に、まあ、あの乗り換えるでいいと思う。で、まあ、もっと言えば結構距離乗る人、はい、年間さ3万キロとか乗る人とかはむしろその10万キロ超えた仮想庫とか狙って買うのとかも結構俺はいいと思う。あ、そうですよね、うんうん、そこで僕も聞きたくて、うんうん、まあ、先ほど話したとタイミングチェーンの車だったら、うん、まあ、すぐ乗り換える必要ないよって話だと思うんですけど、うん、 そうね、はいはい、ある意味タイミングチェーンの10万キロを超えた車だったり、うん、タイミングベルトだったらタイミングベルト交換済みの10万キロの車、そうね、を中古で買うのってありかなしかって言ったらどうかなと思って、全然いいと思う。あ、本当狙っていってもいいんじゃないかな、むしろ。なるほど。なんかさ、結構お客さんとかでもよくあるのがさ、はい、家族でミニバン1台持ってますよと、ボクシーとか、でもこれ新車で買ったけど、はい、これ通勤年間3万キロ使って距離伸ばすのって結構なんかね胸痛むじゃん。いや、そうですね。ね、でこういう人がさ、例えば300万円で新車買ったけど、もう3年で10万キロまで行っちゃったみたいな人って結構いるじゃん。いますいます。でそうすると車の価値もねめっちゃ下がるけど、はい、でこういうのを避けるために、まあ、10万キロぐらいの軽自動車1台通勤用に買って、それをさもう乗り潰す、はい、もう20万キロ行けるとこまで行くみたいな。そうすると実際3年後ボクシーは距離1万キロしか走ってなくて、10万キロ走ったボクシーと1万キロのボクシーの査定価格って多分100万以上差開くじゃん。まあ、全然違いますね。で通勤用にさ30万円の車1台買って、はい、それで乗り潰した方が絶対トータルで考えれば得にはなるね。損か得だけで言えば、はい、もちろんね置き場の問題とか保険、任意保険の問題とかいろいろあるんだけど、コストだけで言えばそっちの方が抑えれることがかなり多い。だからまあそのうちらはあんまやんないけど、10万キロ超えた車ばっかり並べてる、はい、安い車さんあるよね。ありますよね。本体価格9万何円とかあるじゃん。あります、あります。で車検つけて、まあ車検2年つけて20万円とか、はい、中に15万円とかもあるよね。そうですね、なんか乗り出しポンって出してるとこ結構ありますよね、うん、あるよね。ああいうのは結構よく聞かれるけど全然いいと思う。なんとなくね、当然年式が古い車が多いから不安って人多いけど、はい、もうそもそも15万円で車検付きとかって絶対利益10万も取ってないから、はい、僕ら前の動画でも言ったけども、正直僕らも1台10万円ぐらいないと結構きついと、人件費とか出てこないっていう話したから、多分そういう車さんってさ、社長がもう店頭で立ってなんか自分で納車する人だと思うから、1台あたり利益薄くてもやるよみたいな人が多いと思うよね。そういうのはもう全然、むしろその消費者目線というか、はい、いいと思う。でも当然ね、故障のリスクあるけど、それはもうしゃあないって思った方が、まあ、いいと思う。どっちも取るのは結構難しいかもしれない、ね、そう、うん、もう振り切った方がいいと思う。安いのに振り切って、ね、5台に1台ぐらいひょっとしたら速攻壊れるとかもあるかもしれないけど、うんうん、でもトータル考えたらそっちの方が全然いけたよっていう話は結構聞くよね。きますね。お客さんがさ、結構さ、ヤフオクで5万で買ったけど4年乗れたとかっていう話も、うんうん、たまに聞くじゃん俺らも。ありますあります。それは良かったっすねってマジで思うもんね。うん、本当そうっすね。中途半端なやつ乗るぐらいだったら、その10万キロ超えた仮想工のやつ安く買うっていうのはもうかなり有効なこう、ね、節約術、はい、むしろ最強リセールってそれかもしんないよね。そうっすね。普段社長の動画でリセールがいい車やってるじゃないですか。それを買って乗り潰そうみたいな人もいると思うんですよ。ああ、もちろんもちろん、うん、そういう車って10万キロ走ってても全然値段つくじゃないですか、うん、全然つくね。そっか、新車から乗り潰す人向けの距離めっちゃ走る人とかだったら選ぶべき車っていうのもやっぱあるよね、はい、まああったりしますよね。あったりするね。難しいけど、僕のそのリセール最強車って基本的に貿易車両だから、はい、あの中から選ぶとガンガン距離乗るよっていう人結構割といいかもしれない。距離あんま関係ない車だからね、あの辺は。そうですね、まあ、乗り潰しても、うん、まあ、3年5年で乗り換えてもそうやね、はい、お得なラインで意外と高級車乗れちゃいますよみたいな、うん、そうやね、はい、動画も上げてますんで、はい、そちらも見てもらいながら
ら。ぜひぜひ。じゃあ今回視聴者さんのご質問にあった、まあ、10万キロだから必ず乗り換えないといけないっていうのはもったいないってことで、うん、もったいないね。乗った方がいいと思う、あの、欲しい車なければね。ってことですね、うん、まあ、その他の視聴者さんでも10万キロに近い人は10万キロ手前で手放した方がリセール買取価格がいいよと、うん、はい、超えるんだったら行けるところまで行こうと。そうね、はい、そこで分けた方がいいだろうね。そうですね、ありがとうございます。はい、そうしましたら今回の動画がですねいいなと思った方は高評価ボタン、参考にならなかったという方は低評価でもいいのでどちらか押していただいて、はい、はい、コメントも質問いただいてますんでどしどしお願いいたします。お願いします。本日は中野社長ありがとうございました。ありがとうございました。中野社長、今回お知らせがあるということで。はい、お知らせあります。僕がこの業界ね15年ぐらい第一線でやってきて、車を安く買う方法、それとか高く売る方法、 YouTube でこれまで出してきましたけど、忙しくてなかなか全部見られない人もいるんで、それをね PDF にまとめました。で、ダウンロード方法はね概要欄に書かせていただくんで、そこからダウンロードしていただければもう皆さん見れますんで、まあ、やろうと思った理由はこの動画を見てくれてる人かなり真剣だし、1円でも安く買いたいっていう気持ちあるけど、騙された人とかも多いから、あんま全部出しちゃうと正直車屋さんが儲けが減るから、ちょっとワンチャン干される可能性あるんだけど、このチャンネルを見てくれてる人は信用してお出しさせていただきますんで、まあ、ツイートとかはしないでほしい。どのぐらい安く買えたりするんですか？手ぶらで行くよりは絶対これ全部見ていったら、上と下で下手したら本当に15万20万変わることも多いと思う。そういうコメントもいっぱいやったしね、まあ、そういった損したくない方はぜひともこちらの概要欄からチェックしてみてください。はい、見てください。